歴史的大ヒット広告に学ぶ人を動かすセールス心理。この動画では昔大ヒットした広告の裏側に隠されているセールス心理を読み解いて、明日からあなたがセールスや営業で使える具体的なヒントをお届けしていきます。売れた事例には必ず理由があります。その売れた事例の裏にある人の心を動かすセールス心理を知って使いこなすことができれば、あなたは思いのままにお客さんの心を動かして、今よりももっと集客や販売の数を増やしていくことができるでしょう。それでは早速行きましょう。今日のテーマは誠実さについてです。誠実さって何かっていうと、あなたがお客さんに対して正直になればなるほど、お客さんはあなたのことを信頼するようになるというものです。何を当たり前のことを言ってるんだというふうに思われるかもしれませんが、実際にこれができている人はそう多くはありません。例えばその証拠に、あなたが何か商品をね、買おうとお店に行った時、こんな営業マンをよく見かけないでしょうか。この商品見られるなんてお目が高いですね。この商品こんなメリットがありまして。とか、あ、こちらの商品こんないいところがあるんですよね。他にもこんな機能がついてまして。他にもこんな機能があって。というようにですね、これでもかってくらい商品の良さをアピールしてくると思うんですね。もちろんそれは商品を売るためには必要なことなので悪いことだとは言いません。でもそういう話を聞いて、あなたはきっとこういうふうに思うんじゃないでしょうか。それ本当なの？それいいとこしか言わないよねと。何か隠してるんじゃないの？きっとそんなふうに疑いながら聞いてると思うんです。それはなぜかっていうと、僕たち消費者、商品を買う側は、みんな営業マンは嘘をつくものっていう認識があるわけです。営業マンが話しかけてきたら何かを売られるんだと。自分のお金守らないと。そんな風に思うんですね。まあこれは昔ね、飛び込み営業が流行っていた時、いろんな商品売りつけられて、まあ騙されてきたわけです。なので、営業マンは何かを売りつけてくるやつだ。私のお金を奪いに来るやつが営業マンだ。というまあ認識がね、広まっていってしまったんです。まあそれはさておき、ポイントは僕たち商品売る側はお客さんを騙そうなんてそんな風に思っていなかったとしても、お客さんは営業マンを見てこいつは何か騙そうとしてるんじゃないかって疑いながら話を聞いているってことなんです。なので普通は信頼してもらえるようにいろんな証拠を持っていったりとか、まずは何日間か商品のお試しをしてもらったりとか、あるいは何回もお客さんの元に通って、まずは人として信頼してもらえる、そんなようなことをするわけですね。つまり、商品を売るためには、まずはその疑われているというところから信頼してもらうというふうにシフトしていくことが大切だということですね。そこで、今日の話の一番のポイント。じゃあ、具体的にどうやって信頼してもらえばいいのかという話ですね。誠実さを出して、お客さんに信頼してもらう一番手っ取り早くて効果的な方法を紹介します。実際、過去に大ヒットした広告では、その方法を使って、ある商品の売り上げを一気に伸ばしました。その方法は何か？その方法とは、商品の欠点を先に出す。ということです。要は、商品を売るときに、一番最初にその商品の欠点を売り手側から打ち明ける。という方法ですね。先に欠点を伝えて、後からそれを補うメリットとか商品の良さ、商品の特徴というのをアピールしていくわけです。欠点を自分で伝えるのってきっと勇気がいると思います。でも言わなかったとしてもお客さんは大抵その欠点に気がつきます。お客さんは売り手が思っている以上に鋭いってことを覚えておかなければいけません。ほとんどの商品には欠点が必ずあります。世の中に完璧な商品なんて存在しません。なので欠点があるならそれを隠し通すことっていうのは基本できないんですね。であれば先に言ってしまおうということです。欠点最初に伝えればお客さんの警戒心はかなり小さくなります。そしてあなたのことを人を騙す営業マンではなくて正直な人だというふうに思ってくれるようになるわけです。信頼してくれたらお客さんはあなたの持ってる商品の本来のメリットっていうのを言われてもそれをちゃんと受け入れようとしてくれます。では、実際にこのセールス心理、誠実さが使われた大ヒット広告の事例を見ていきましょう。それは、マジックスタットと言われる温度計を販売する広告でした。この広告が書かれたのは50年ほど前ですね。この温度計の広告は、まあ、雑誌の1ページ広告でした。これを書いた人はジョセフ・シュガーマンという人で、まあ、伝説の広告マンと呼ばれるような人です。一つの広告でサングラスを2000万本も売ったことで非常に有名ですね。そしてこの広告も同じように大きなヒットを記録しました。この広告最初に何をしているかというと、
その商品の欠点をドーンと言い切ってるんですね。書き始めはこんな風に始まります。私自身も初めてマジックスタッドを見たとき、商品の格好悪さと変なネーミングに幻滅しました。そしてそのまましばらくデザインがダサいだの、名前が覚えにくいだの、商品の欠点をどん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 伝えていくわけです。これ結構驚きじゃないですかね。だって普通は広告って商品のセールスなので、商品のいいことばっかり書いてあるものだというふうに思うじゃないですか。でもこの広告は最初にお客さんが感じそうな欠点を先に明かすようにしました。そうすると結果的に、あ、この人は私を騙して売りつけようとしてるんじゃないんだなというふうに感じてもらうことができて、その後のセールストークをしっかりと聞いてくれるようになったということなんですね。なので欠点を先に出す。そしてそれをなるべくセールスの最初の段階で伝えるということ。これをすることでお客さんからの信頼は増して、あなたの話は聞いてもらえる確率がぐんと上がるでしょう。ただ、この方法には注意が必要です。当然、欠点だけを伝えていては商品が売れることはありません。欠点を伝えた後に、しっかりと商品の本当に優れた特徴とかメリットをアピールしていく必要があります。いかがでしょうか？ぜひ、あなたもチャレンジしてみてください。まあ、このようにですね、過去に大ヒットした事例には必ず理由があります。人の心を動かす要素が含まれています。そして、時代が変わっても人間の心理というものは変わりません。なので、このように人の心を動かすセールス心理を知れば知るほど、あなたは思い通りにお客さんの心を動かして商品を売ったり、集客につなげたりすることができるわけですね。僕たちは過去の大ヒット広告の事例から、その裏に隠されたセールス心理を読み解いて、毎月お届けするというサービスをやっています。それがレスポンスラボです。あなたの会社のセールスや集客アップに使ってもらえるように、広告の専門家がその広告の詳しい解説を入れて、毎月あなたに売上アップや集客を増やすヒントをお届けしていきます。実はですね、今日の内容もこのレスポンスラボで解説しているものの一部です。レスポンスラボ本編の方では、この広告の全文を公開しています。そして、この広告に使われているすべての心理について解説をしていきます。レスポンスラボ。今ならたった100円でお試しいただくことができます。なので、下の概要欄に詳細情報を載せていますので、今すぐそちらをチェックしてみてください。